はいどうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、疾患が元で原因がはっきりしている症候性肩こりの代表例でもある腱板損傷、また腱板断裂なんて言い方をするんですが、これについて解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。で、そもそもじゃあ腱板とは何か。腱板というのは肩を覆う回旋筋腱板、ローテーターカフなんていう言い方をします。棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋という筋肉で実は構成されてまして、肩の安定性に大きな役割を持ちます。で、この腱板損傷というのは、この腱板が老化ですとか、あるいは外力、強い力がどんどん当たるということで、完全にまた部分的にですね、切れて断裂などの損傷を起こしてしまう状態ということを実は指します。で、中でも棘上筋と呼ばれる筋肉が最も損傷ですが、断裂をするケースが多いです。で、筋力低下が生じますので、自力で腕を上げるということができなくなってしまうということがあります。あとは夜に痛みで目が覚めたり、朝起きたら肩が痛くなってくる。これは血流低下が起こることで、虚血状態、いわゆる血が少なくなるという、流れが悪くなるということで、夜間痛ということが最も大きな原因というふうに言われてはいるんですが、あと一方ですね、症状のない無症候性の腱板損傷の方も実はいらっしゃいます。で、こういう、疾患性の症候性の肩こり、前に紹介させていただいた五十肩と実は結構似てるんですが、似てる面もあれば違う面もあります。この腱板損傷にしか現れない特徴としては、まずは肩の動きが制限されない、筋力低下を起こるんですが、動きが制限されにくいというのが一つ特徴として、この腱板損傷はあります。それから肩関節周辺、五十肩は両方に現れるんですが、腱板損傷は利き手側、例えば右手は右手側だけに現れるということが多いというのが一つ。それから肩の前側よりも外側に近い部分に痛みが現れやすい、これも腱板損傷の特徴。それから重労働者ですとか、過度にスポーツを行う方なので、50代から60代の男性に多いというのも、この腱板損傷の大きな特徴になってきます。で、ただ注意点があります。この腱板というのは、一度損傷とか断裂をしてしまうと、自然治癒というのがなかなか難しいという側面があります。なので、特に肩の上げ下げを繰り返す仕事をしている男性の方、あるいはオーバーヘッドスポーツ、例えば野球ですとかバレーボールなんかのスポーツをしている方というのは、この腱板損傷を起こさない、特に注意をするという必要があります。で、この腱板損傷の注意もそうですし、この症候性の肩こりというのは、一般的にはセルフケアやマッサージの理由は、やはり改善治療が難しいという側面がありますので、ぜひですね、専門医の診察を受けていただければというふうに思いますので、このあたりも含めてぜひ参考にしていただけると幸いです。では、この点を踏まえた上で、ここからは腱板損傷への治療アプローチのところに解説をさせていただきます。まずは問診であったり、診察だったり、レントゲン検査なんかを行うということが多いです。場合によっては MRI ですとか超音波検査なんかを行うという場合もあります。で、その上で、まずは安静にするというところと、それから痛み止めの飲み薬ですとか注射を行って、リハビリをするなんていうことが一般的な治療アプローチというふうになってきます。で、それでも痛みですとか動きにくさが良くならないという場合は、手術をするなんていうケースもあるんですが、特に年配高齢者の方の場合は、手術を行うのはいわゆる保存療法というケースも実際あります。で、リハビリでは何が起こるか、肩の特に外旋といって、こういった動きはですね、特に制限されるので、痛みが生じない注意点は主に2つアプローチをします。1つは胸郭ですとか胸椎のストレッチやリリースというところを行っていきます。これはまず胸周り、大胸筋ですとか小胸筋ですとか大円筋、肩甲下筋というところが制限を受けやすいので、こういうところはストレッチや筋膜です。それから関連している棘下筋ですとか菱形筋ですとか僧帽筋の下部繊維というところは筋力低下を起こしやすいので、こういうところはトレーニングをしていくというところがあります。で、これいくつかやり方があるんですが、おすすめは側外、横向きのこう寝た状態で、まさにイラストの通りなんですが、こういった状態で行うのが最もおすすめになります。で、2番目としては日常生活動作指導というところがあります。
特に重いものとか力を入れる作業とやっぱり痛みがあれは現れやすいので、やっぱり極力控えていただいた方がいいです。で、行う場合は腕のみではなくて体全体をぐっとこう使っていくというのも一つポイントになってきます。それから高いところでの腕をこうぐっと肩の上げ下げの作業というのもやはり腱板損傷、腱板断裂で負担を生じやすいので、まあ、そういうのを避けるというところと、あとは高いところの作業をどうしてもせざるを得ないといえば足台を使うなんていう方法もあります。それから寝ている時にやはり痛みを生じやすいというところがありますので、仰向けで寝る場合は例えば肘の下にこうタオルとかクッションをちょっと入れて、こう軽く肩や肘が前の方に来て少しこう曲がるようにしていただいて寝ていただくと、タオル、クッションと調整も含めて寝やすくなりますし、痛みも生じにくくなります。それから横向きで寝るというのも実はおすすめでして、その場合は痛みがある方を上にしてください。で、そこで肩が肩の内側に入ってきてしまうと痛みが生じやすいので、ここにですね、脇の下のところにこうタオルですとかクッションを挟んで抱きかかえるようにして横向きで寝ていただくと、夜間時の痛みが起きにくいというところがありますので、こういったところをぜひ参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうになりますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。